パイ大作戦、ミッションインポッシブル、音楽はラロー・シフリン。しかしこのミッションインポッシブルっていうタイトルを日本語でスパイ大作戦という題名つけたのは、フジテレビのプロデューサーでしたけどもね。この大作戦っていうのはその後本当に流行語になりましたもんね。実行不可能と思われるミッションを見事にやってのげるスピーディーでスリリングな展開が人気を呼んだシリーズ。主演のスティーブン・ヒルが第1シーズンだけで降ろされまして、第2シーズン以降ピーター・グレイブスに代わってからさらに人気が出たシリーズでした。1967年です。ラジオはもう深夜放送がブームになりつつありましてですね、グループサウンズが絶頂期を迎えたのもこの頃。アテレコばかりの仕事から本職のラジオの仕事に戻りたいと思っていた私が、ドラマがダメならと DJ 修行を始めた時期でもありました。それまでまあコンサートといえばクラシック以外はあまり行かなかった私がですね、毎晩のようにロックやポップスの外来アーティストのステージに接するためにコンサート前をするようになっていきました。1967年のヒットナンバーはまずこれをいきましょう。スコット・マッケンジー、花のサンフランシスコ。スコット・マッケンジー、花のサンフランシスコ。1967年、フラワーミュージックとかサイケデリックミュージックなんて言い方もありましたけれども、そのウエストコースサウンドの代表的な一曲でございます。そういえばザ・ロックっていう映画の中でショーン・コネリーが鼻歌風に歌ってましたっけね。アメリカ軍の枯葉作戦が行われてベトナム戦争が泥沼に入りつつあった時期でありました。この年の春から夏にかけてのビートルズです。ペニーレーン。ミュージカルヘアの中のナンバー、輝く星座、アクエリアス、レッツ・ザ・サンシャイン・インのメドレー。このメドレーのつなぎ目のところのアレンジってのは今聴いてもしびれますね。フィフス・ディメンションでした。この年エルビス・プレスリーは34歳になってました。前の年68年の12月 NBC テレビで8年ぶりのライブが放映されて、なんと 72% という視聴率を上げて健在ぶりをアピール。そしてこの年の69年7月ラスベガスのインターナショナルホテルに出演いたしまして、これがですね29日間すべて満席で入場人員が延べ10万1500人というとんでもない記録を作りました。この年のエルビスのビッグヒットです。 In the ghetto。 In the ghetto、エルビス・プレスリーでした。60年代の後半というのは私毎年夏になるとアメリカへ出かけてコンサートを聴き歩いてたんですけれども、まあ、エルビスも多分そのうちに聴くチャンスがあるだろうと思ってるうちに、チャンスを失ってしまったのは今も心残りでなりません。さて、1969年、まあこのあたりから70年代の前半にかけてのヒットチャートを見てますと、もう取り上げたい曲ばっかりなんですよね。まあ、とりあえずですね、どうしても外せないと思われるビッグネームを2曲お聴きいただこうと思うんですが、まずはローリングストーンズです。ホンキートンクウィメン。バークに任せろ。1964年東京オリンピックで日本中が沸いた年です。この年にスタートしたシリーズでしたが、あのバークさんの吹き替えには参ったんですよね。実は警察のお偉いさんでものすごい金持ちで超二枚目で女性にモテモテという現実離れのした人物設定、覚えてらっしゃいますか。いわゆる警察もの風のセリフじゃどうしてもあの人物の味が出ない。でも考えに考えた末に落ち着いたのが、例えばですね、ほら警察風にやると無駄な抵抗はやめろなんてセリフがありますわな。これはねそうじゃなくて、およしなさいよ無駄なことは、なんだと。これが受けまして、アテレコでもこんな味が出せるんだといささか鼻を高くした作品でありました。さて、1964年は昭和39年です。あ、私が運転免許を取った年、なおだどうでもいいんで、この年の3月日本で初めてビートルズの曲がリリースされました。日本でのビートルズ第1弾はこの曲です。 Please Please Me。プロコルハルム、青い影でした。
お疲れ様、6時を回りました。このプロコロハルム、解散する前に最後の日本公演というんで、ディープパープルとジョイントで、武道館聞きに行ったんですよね。この音のあまりの大きさに、私はへぎへぎして、以来、ヘビーロックはあまり聞きに行かないようになってしまいました。さて、私の思い出のテレビシリーズでございますが、まあお前は本当にいろんな役をやりましたですね。でもこれが私の最後のテレビシリーズ、そしてこのシリーズが私にとってアテレコの仕事の集大成ともなりました。じゃあ赤坂君、もう一遍だけ頼むわ。1969、警部、報告します。本件は殺人であることは明らかだったので、家政婦を除く容疑者全員を庭に並ばせました。なぜ家政婦を除いたんだ。殺されたのが家政婦だったからです。鬼警部アイアンサイド、音楽はクインシー・ジョーンズ。下半身不随で車椅子の警部アイアンサイドが自分の手足となる3人の部下たちと共に事件の解決に当たるというシリーズ。前にご紹介したリー・マービンと同じく下積みから叩き上げたレイモンド・バーの深みのある演技がとっても魅力的でしてね、やりがいのある仕事でありました。1969年、この年はもう取り上げたい曲がいっぱいありましてね、迷いに迷ったんですが、まずはこれからいきます。トム・ジョーンズ、 Love Me Tonight。サイモンとガーファンクルのボクサー、これは69年の春から夏。ローリングストーンズのホンキートンクイメンの方は69年の夏から秋にかけて、あちこちのラジオ局から流れていたものでした。この69年、昭和44年という年はですね、1月の東大闘争、安田講堂の攻防戦がありました。2月には日大闘争があって、3月には京大闘争と学生運動が盛んだった年です。7月にはアポロ11号月面着陸なんていうニュースもありましたですね。そう、NHK がですね、今お聞きの FM 放送の本放送を始めたのがこの年の3月1日だったんですね。翌年の70年の日米安全保障条約の改定を前にして激動の1年でありましたですね。さて、大晦日のラジオマンジャックのスペシャル版、侵入してから1時間半近くが経ちました。年越しラジオマンジャック、懐かしのテレビシリーズとその時代それぞれの思い出の曲、勝手に選ばせていただいてまいりましたが、いかがでございましたでしょうか。私の持ち時間もそろそろということになりますが、ここで一つ宣伝をさせていただきたいんですけども、実は本当にひょんなことからこちらの番組とご縁ができまして、実は新年のですね、まあ元日の夜中といいますか、正確には1月2日の午前0時からの2時間、真冬の夜の偉人たちという番組に出させていただくことになりました。そちらの番組もぜひお聞きいただきたいと思います。さあ、それでは私のラストナンバーということになります。ビートルズです。 Get Back。